皆さんこんにちは、とりすけです。本日もゲーム実況をやっていきたいと思います。本日はツリーライフという釣りゲームですね、第2回目やっていきたいと思います。前回はですね、アイナメを釣ってこいというね指示があったんでね、ちょっとアイナメ釣っていきたいなと思います。それでは早速、アイナメってでもどこら辺で釣れるんだろうな。ちょっとヒントがね、確かどっかの家の本屋にあったから、本屋じゃない、本にあったから、ちょっとそれ見るかな、もう一回。これぐらいかな。ほっほっ、アイナメゲット。よし、アイナメゲットしたんで、ね、早速ちょっと連れていくかな。さあ、おじいさん持ってきましたよと。アイナメを釣ってきてくれたんだね。早速確認させてもらうよ。どれ、アイナメ渡して。うん、しっかり25センチあるみたいだね。これなら大丈夫だ。釣り人さん、どうもありがとう。イエイ。さあ、これ何もらえんの。クリアして、お、釣りテクがちょっと上がって、お金。ん、あれ、魚が何か加えているみたいだけど、なんだろうこれ。古い機械のようなものだけど。そうだ、僕には必要のないものだから、よかったら君がもらってくれないかな。釣り人である君なら何か使い道があるかもしれないしね。謎の部品をもらった。なんだろうこれ。釣りあんまり詳しくないか分かんないな。また何か掲示板に依頼するかもしれないから、その時はよろしくね。それじゃあ。取り付け班、お疲れ様やで。それにしてもご褒美だけやなくておまけまでもらえてラッキーやったな。とは言ってもこの機械俺にはようわからん。キャラクターにしか見えへんのやけど。取り付け班なんかわかる？はてなはてな、取り付け班にもわからへんか。せや、ここから東の方にボート工房っちゅうとこがあってな、テトラ班っていう船好きで有名な人がおるんやけど。なんや、そん人お家の周りにようわからんガラクタとか行さん置いとるんよ。あん人やったらなんか知っとるかもしらん。行って聞いてみたらどうやろうか。よしよし、東のテトラ班ね、行ってみるか。ちょっとお魚釣ってから行こう。ほっ、よし、青鯛ゲット。ビリリリン。ハーバー水道に到着。消波ブロックよけて900円必要なの。900円か、ちょっと売ればあるんじゃない、こんなの。売却、じゃあサヨリ売っちゃうか。サヨリを売って、よし、900円になった。消波ブロックを解けると。よし、さあ新エリア開放。いいね、どんどん行けるところが多くなってきた。これが RPG の醍醐味だよね、行けるところがどんどん増えていく。あれ、なんかちょっと気になるタワーあるけど、まあ後でだ。さあ先に、お、ボート工房のなんだっけ、誰さんだっけ。やあやあやあ、僕のボート工房へようこそ。僕は船大工のペトラ。趣味で船を作っていたりしたりやるさよ。うん、君が持っているそれちょっと見せてくれない。掲示板のおっちゃんからもらった謎の部品のことやね。ほい、どうぞ。ふむふむふむ、ほう、なるほど。これはどうやらこれは大昔に大きな船とかに使われていた部品のようだね。古いものだけどちょっと綺麗にすればまだまだ使えそうだね。そうだ、いいものを見せてくれたお礼にこの部品を使って君に新しい船を作ってあげるね。マジっすか。いい笑顔だね。あ、だけど船を作るにはこれだけじゃちょっと材料が足りないみたいなんだよね。そこで提案なんだけどね、もし他にも船の部品を見つけたら僕のところに持ってきてくれないかな。必要な材料はこれだね。古いスクラップと古い怒りと船の塗料。今作った材料があれば船を作るには十分なんだよね。材料がありそうな場所は君が持っているマップに僕が書き込んでおくから、探すときに確認してみるといいかもね。取り付けくん、よろしくお願いするね。よし、前と出会うマップを取る。オッケーオッケー。
あー、行きたい場所を押すと移動できる。あー、いいね、これ便利機能が解放された。そういえばここから北の方にある海は波が強くてめっちゃ荒れてて、俺の船じゃ進めそうになかったんよな。取り付け班、新しい船があったらあっちの方にも進めるかもしれんよ。お魚さん釣りついでに船の部品も集めてみようか。よし、じゃあ色々集めて。まず会話だ。テトラさんが作る船、絶対してもらえることで有名なんすよ。おー、優秀な男か。いいね。ボート工房の中には、チェスト、勝手に開けれるんだ。やっぱ本、日記みたい。うわ、字が汚すぎて読めない。あら、テトラさん字汚いのか。下手字タイプだね。お前ダイヤめっちゃ出てない。ダイヤ欲しい。あ、高校が見たらもらえるのか。まあいいや、今は。うわー、ここにも釣り屋さんある。ダイヤ開いてない。こっちからも、あ、海に行けないか。宝物もあって、お、子供がいる。茶と小結びは1回釣りで1個ずつしか使えないんだ。食べ過ぎたらお腹いっぱいになっちゃうもんね。なるほど。で、1000円払ったら解放できるよって。まあ持ってないね。女の子、喉が渇いたらそこの自販機で飲み物が買えるわよ。近くに釣り食堂がないときはすごく助かるわ。なるほど。茶器、茶、抹茶、いらない。ゴミ箱、うん、なんかいいもん落ちないか。標識、北モーモー牧場、南ボート工房。あ、モーモー牧場開放したいね。なんか酪農できるみたいなの書いてあったよ最初に。欲しいな。モーモー牧場に行けば牛さんから美味しい牛乳がもらえるよ。すっごくたまにイチゴ牛乳がもらえるらしいけど本当かな。なるほど、確率でもらえると。さあ、まあ、このメインのタワーはちょっと最後にして、もうでもだいぶ回ったかな。でここは看板、ハーバー水のシンプル、大灯台見学無料。よし、無料なら入ってこう。あ、宝箱。何が？お、ダイヤ、カブカブ。あ、なるほどね。なるほどね。結構大きいね。あー、結構まだまだいけるとこあるな。オッケーオッケー。これはいいね。ワクワクしてきた。じゃあ、潮風タウンに行って、さ、掲示板の依頼受けるかな。お、青台持ってるよ。ポムスビもあるよ。人参あるんじゃない？どうだろう。どれ、掲示板受けて青台を渡す。どこにいんの君。どこ、これか。え、どこ、どこにいんの依頼した人。なるほど、結構散らばってるな。よし、私行くか。あ、依頼者、釣り人さん、こんにちは。ポンスビを持ってきてくれたのかな。はい、いいよ。ポンスビ渡そう。プレゼント、ありがとう、助かったよ。また依頼するときはよろしくね。それじゃあ、いいね。トゥルテン、さ、依頼達成。お、釣りテクも上がった。いいね。よしよし、報酬を受け取る。ああ、いくらもらったんだろう、分かんなかった。お茶は持ってないんだよな。まあ後でにして、まあ先依頼渡してるかな。おばさん、釣り人さん待ってたわ。人参をいただけるかしら。いいよ、多分持ってる。あったあった、人参渡す。これが欲しかったのよ。どうもありがとう。また機会があったらお願いするわね。よし、いくらもらえるのかな。今229円。ほい、おお、100円、80円もらえた。いいね。こんな感じでやっていくのか。オッケーオッケー。ほっ、魚釣っていこう。ほい、レベル4の魚を買った。さあ、サヨリ、いいね。サヨリちゃんゲッツ。ほい、食いてから。サヨリ釣れるな、結構。おお、スズキか。ラッキーラッキー。いい魚ゲット。はっ。
よし、いいし、カツオゲット。いいね、カツオ釣れるんだ、すごいね。さ、依頼者見っけ。お兄さん、いや、青鯛を釣ってきてくれたのかい。青鯛いるよ。はい、プレゼント、ありがとう。確かに受け取ったよ。報酬は掲示板で受け取ってね。さ、青鯛は結構高く売れるんじゃない。どうだろうね。こ、あーたたた、よし、壊れた橋を直して。おばあちゃんいる。さあ、おばあちゃん、牧場の権利を僕にちょうだい。さあ、行くぞ。来い、ピグ。もうもう牧場、釣りてくじいさんだった。わしは釣りてくじいさん。この辺り必要な釣りてくは11から18レベルくらいじゃ。たまに強い魚が混じってるから気をつけるぞい。おお、レベル上がった魚の。11から18か。今11だからちょっとまだ無理だな。人参を収穫しますか、もらおう。よっと。じゃあ奥の株をもらおう。これいいのかな、勝手に。で、お兄さん。収穫した野菜は自由に持ち帰っていいんだってさ。太っ腹だよな。太っ腹だね。隣の畑には人参を植えてるの。1日経つと生えてくるから、よかったら持っていって。優しい。もらってこう。はい。株も、はい。よし。さ、小結屋さん。小結結構なんだかんだ使うから、買っとく？いいか。いや。ちょっと高いな。お金全然なかった。さ、この花は？飛びなし。看板、牛たちの楽園、モンモン牧場。命名牧場みたいなゲームやったけど、似てるな。お兄さん。ヒットポイントを回復したり、金の宝箱を開けると、おまけでダイヤが1個もらえるみたい。それ以外でもダイヤがもらえることがあった気がするけど、なんだっけ、覚えたいのかい。さ、もう牧場。さ、牛さん、この間、しゃべった。そうか、豚も喋るもんな。この間宇宙人にさらわれたんやけど、連中、もうとか、もうとか言って会話してたで。牛みたいやな。マジ、牧草入るわ。メタ発言。ミルボー。なんやお前、ワイン牛乳欲しいんか。はい。はぁ、しゃあないな。これやるわ。牛乳いただいた。ありがたーい。嬉しい。バタコ。ファー、眠い。食った後すぐ寝てしまう癖は何とかせなあかんな。牛になってまうで。メタ発言すごいな、こいつら。ほえー、ほえー。ほえてなんか、チーズとか作るときに使った気がする。壊れてる。あ、やった！古い怒りゲット。こんなとこ落ちてたか。ヨーグル。ん？牛乳が欲しいんか？悪いけど、ワイの牛乳は諸話題としてじいさんに納めとるんや。ミルボーならまだ持ってると思うから、あいつに相談するとええで。まあ、ミルボーが牛乳くれる人ってことか。どれ？諸話題じいさんに。さあ。じいさん。うちの牧場の牛乳は最高なんじゃよ。潮風タウンの人たちも大好きなんじゃ。しかし、わしをもう年差し届けるのが難しくなってきたわい。お、なんか配達依頼を受けれないかな。牛乳ならうちにたくさんあるでの。外におるミルボーからもらって帰るとええ。この牛乳、あ、冷蔵庫からもらえないか。さすがに勇者のようにはいかない。ミルボーは一日何回くれるんだろう。上の方にもある。おじいさん、ボート工房にいる男の子、テトラくんだっけ。もともとは船乗りだったらしいんだけど、あの子一体何歳なんだろう。何歳なんだろうね。牛乳は1日1個か。残念。船のパーツは結局どこに落ちてんだろう。わかんないね。あ、この×印のところか。じゃあピュア湖か。あー、なるほどね。結構解放しないと取れないね。まだまだだ。まあまあ、ゆっくり集めていこうかな。よし。はい。それではですね、船のボートを集めるっていうミッションを受けて、まあ、そのうち1個、古い怒りを見つけて、まあ、このね、モーモー牧場を解放したところで、今日は終わりにしたいかなと思います。またちょっとね、裏側っていうのかな。で、ちょっとお金集めておいて、次回その2つサクッといけるようにしておきたいなと思いますので、もしよろしければ次回もご視聴ください。それではありがとうございました。